こいつにしっかりしがみついて話すな。X線放射。誰が主か示してやれ。気のエネルギーが足りない。ここに置き、君は自分の決断にしか従わないと聞いた。命を尊重する。君の両親のためにも正しいことをしてほしい。破壊への道を進んでいるのを見て悲しんでいる。自分以外の誰にも。なんという闇だ。これ以上暗くなれば何も見えなくなる。美しいものが何も見えないんだよ。資格は過大評価されている。私は静寂がいい。ならそのまま口を閉じていろ。
この旅は遠足では終わらない。厳しい戦いになるだろう。君と考えるのは好きだと言っている。君のような輩が白昼堂々と歩けるとは信じられないな。生命の木は全ての創造物をつなげると言っている。また会おうと言っている。君と考えるのは好きだと言っている。君がまっすぐ歩いていけるということは、まだランプを見つけていない。君と考えるのは好きだと言っている。風のように乗りこなせ。生かしたシャツだ。いいズボンだ。彼でないなら、君は誰をアークの同乗者に選ぶんだ？選ばれた者も満足ならいいが、彼は君が最高の着こなしをできるように力を尽くした。